この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。チャンネル登録のやり方が分かんない場合はママとパパに聞いてね。そしてマイアミ IR イベントファンミーティングファイナル東京編が10月26日水曜日新宿ブレイズにて開催されます。概要欄見てね。絶対会いに来てくれよな。それでは本編どうぞ。くそ、おばちゃんどうしたの？もうすぐクリスマスじゃん。いや、まだ少し先だと思うけど。全然彼女ができねえんだよ。これじゃ今年もクリぼっちだよ。彼女欲しいの？当たり前だろ。なんで毎日毎日お前らと一緒にいなきゃいけねえんだよ。クリスマスぐらい彼女と一緒にいたいわ。おばちゃん全然彼女作らないし、いつも僕らと一緒にいるから、てっきり僕のことが好きなのかと思った。なわけねえだろ。気持ち悪いんだ、ぶち殺すぞ。あーもうつくしょう。あーなんだ、また Tinder でマッチングしなかったのか。ちげえよバカ、他のバカ、アホタレ、おたんこなす、ヘタレ童貞。そこまで言う？じゃあなんで怒ってるの？隣のクラスのあゆみがさ、小顔にするプチ整形したらしいんだよ。ボトックス注射っていうの？そしたらクラスの男子5人から告白されたんだって。5人に告白された？大したことねえな。俺なんか今月10人に告ってるぜ。5人に告られるのはかっこいいけど、10人に告ってるのはダッサいよ。みっともないな。あー私も整形して、男からモテて。整形ね、でもそれ結構お金かかるんじゃない？俺も全身ハイブランドで固めて札束で女の子ビンタしたら一発で彼女できると思うんだけどな。おばちゃんがモテない理由が今わかったよ。とにかく金がない。そんなすぐにお金持ちにはなれないしな。あ、そういえば最近あった3億円強盗事件って知ってる？輸送中の3億円奪ったまま犯人が捕まらなかったっていう未解決事件なんだけど。あ、それだ！それ一回強盗に成功したら一生遊んで暮らせるってことじゃねえか。ナイスアイデア。おが、今すぐ強盗しようぜ。当たり前だろ、行くぞ。強盗？ダメだよ。よし、お前ら覚悟はできてんだろうな。あ、ちゃんと武装してきたか。うん、もちろんだ。まあ、一応ね。てか、本当に強盗するの？当たり前だバカ、俺たちの将来がかかってんだよ。じゃあまずは全員の役割と装備を確認する。まずはユータ。僕はピストルを用意したよ。威嚇のために必要でしょ。それピストルっていうか水鉄砲じゃん。ないよりはあった方がいいかなと思って。まあ、じゃあユチョパの装備は？私はメリケンサックを用意した。抵抗するやつがいたら即座にこれでぶん殴って黙らせる。接近戦は私に任せだ。お前武闘派すぎんだろ。喧嘩しに行くわけじゃねえぞ。ちょっと銀行前で怪しいやつらが喧嘩してたら目立つからやめようよ。ちなみにおがちゃんは何を持ってきたの？俺はこれだ。お前こそ何持ってきてんだよ。銀行に野球しに来たわけじゃねえんだぞ。お前何言ってんだ。バットとボールがあれば近距離はバットで殴って遠距離はボールを打って攻撃できんだろ。完璧な武器じゃねえか。まあこれでバランスよく遠距離から近距離までの武器を持っていることが分かったね。よし、じゃあこれで完璧だな。気合入れてくぜ。はあ、今日も全然お客さん来ない。暇だな。そろそろ転職でもしようかな。動くな。動くと撃つぞ。動くと殴るぞ。動くと撃つぞ。え、何この変な人たち。まともなのが一人もいないわ。おいおい姉さんよ、舐めてんじゃねえぞ。いいから全部金を出せ。そんなこと言われても困ります。俺たちも金に困ってるから言ってんだよ。いいから金を出せ。近年の銀行強盗の検挙率は 99.3% ですよ。ほぼ 100% の確率で強盗は捕まるんです。無謀なことはしない方がいいと思います。マジそんな高確率で捕まるの？しまった、そこまで調べてなかった。おーい、3億円事件は捕まらなかったんじゃねえんかよ。大丈夫だ、99.3% ってことは確率はゼロじゃないってことだ。 0.7% の奇跡を今起こす、それが俺たちだ。そうだろ、ゆちょぱゆうた。そうだ、おが、やってやろうぜ。ゆうたさん、ゆちょぱさん、おがさんという名前なのね。この人たちやっぱりバカだわ。ああ、もうここまで来たらとにかくやるしかない。
おい、ゆちょぱ、お前金集めてこい。オケ任せろ。僕は見張りをしてくるよ。金はどこだ。おとなしくしろ。おい、マジかよ、すっげえ。よし、これ逃げろ。センキュー。よし、このまま逃げるぞ。行くぞ、ユータ。おい、ここにいる全員、動くんじゃねえ。いいか、俺が持ってるこのナイフはな、少し触れただけで全身が硬直して即死するヤバい猛毒が塗り込んである。死にたくなかったら言うこと聞け。よし、いいぞ。全員手を前に組んでしゃがめ。くっそー。あー、間違えた。手を前に組むじゃねえ、手を組んで頭の後ろにしろ。ちげえよ、こうだろ。普通ドラマとか映画で一回は見たことあんだろ。ああ、てか何この状況、俺たちが強盗してたのにさらに強盗が入ってきたんですけど。どうしよう、あれ絶対本物の強盗だよね。絶対に怒らしちゃダメなやつだよね。で、僕らも強盗か。ちょっと、うちらが今強盗やってるんですけど、ちゃんと順番守ってくれる？やばい、ゆちょぱバカすぎてこの状況が分かってないんですけど。ゆちょぱダメだよ、危ないから。ここはおとなしく言うことを聞こう。いいから、そういうバカがお前は。はい、そこに座るから。はい、すみませんよ、バカで。おい、そこの銀行員の女、このバッグに金をありったけ詰めろ。そんなこと言われましても、だいたい強盗なんて今の時代ほぼ 100% 捕まるんですよ。こんなことしたっていずれ捕まります。捕まらねえよ、だって俺あの3億円事件の犯人だもん。いいからさっさと金を入れろ。こいつがあの3億円事件の犯人？未解決事件の本物の犯人？すごい。後でサイン書いてもらおうかな。おい、二人とも。なんだよ。あんな奴に俺たちが集めた金取られるわけにはいかねえ。今からあいつをとっ捕まえるぞ。え、どうやって？あの人は僕たちと違って本物の強盗犯だよ。くっそー、何かいい方法が。あ、そうだ、いいこと思いついた。作戦は以上だ、心の準備はいいか？うん、やってみよう。作戦の要はお前だ、ゆちょぱ。マジかよ、くっそー。お前ら二人とも覚えとけよ。よし、じゃあ行くぞ。なんだこいつ。すいません、この子ボールを見ると犬になっちゃう病気なんです。ちょっとボールを投げてあげてくれませんか？おなんだ、かわいいじゃねえか。ほらよ、今だ。あー、今だ、ユータ。遠距離攻撃は僕に任せて。メガどけー、とどめだ。しゃあ、金庫強盗を倒したぞ。うわー、思ったよりもうまくいったな。すごいよ、オガちゃん、こんなにうまくいくなんて。まあ、私のおかげかな。邪魔者もいなくなったし、さっさと金持ってずらかろうぜ。そうだな、ずらかるか。何かある？着いたね。ありがとうございます。皆さんのおかげで強盗からお金を守ることができました。本当にありがとうございます。ああ、気にすんな、困った時は助け合いだろ。こうして俺らはなぜか強盗犯を捕まえた勇気ある一般市民として国から表彰を受けるのであった。